えー、本日中村健吾さんと橋本秀夫さんの、えー、対談になります。よろしくお願いいたします。えー、私今日司会を務めさせていただきます、えー、ホワイトボードスポーツの西川と申します。よろしくお願いいたします。えー、ホワイトボードスポーツと今名乗りましたが、まあ、何ぞやというところでありまして、えー、まずはですね、ちょっと簡単ではありますが、えー、と今こう中村健吾さんと一緒に進めているプロジェクト、 からちょっと簡単に説明させていただきますということで、早速まずは、えー、今日の主役のお一人、えー、お呼びいたします。健吾さん、よろしくお願いいたします。はい。あっ、お顔が見えました。中村健吾さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。今日お忙しい中、ありがとうございます。でいですはいということでですね、えー、まず。 我々ホワイトボードスポーツと言いまして、えー、と特にですね、えーと、サッカーの指導者の方々ですとか、あとはお子さん10代、えー、まあ選手になられた方らも含めたプレイヤーの皆さんですとか、そういった方々にですね、いろいろなあの情報や、えー、知識、 みたいなものをですねこちらでいろいろこう体系化したものをですね、えー、お届けしているという、えー、サービスになっておりますまあメディアというも言いますがはいということでですね実は中村健吾さんとは去年の4月スタートで、えー、と中村健吾プロジェクトということを指導させていただいています今実際に画面共有も、えー、しましたここに来ればサッカーの定理が変わるということで健吾さん去年4月からやらせていただいていますね そうですね。はい。あの、お客様で。はい。で、具体的に、そうですね。はい。具体的に何をしているかといいますと、まず、ここの、健誤メソッドという、このオンライン講習会っていう、これはですね、えっと20、202分ということで、4つのテーマにカテゴライズした、まず動画を制作させていただきました。で、この動画を、えっと、実際に購入してご覧になられた方々はですね、えっと、まあ、毎月1回ペースで開催しています。 まあ、オンラインサロンミーティング、ケンゴさん、実際に参加されて、で、えー、ケンゴさんと実際にこう、いろいろなもう意見とか、えー、ご質問とか交わしながら、インタラクティブ、双方向にですね、えー、コミュニティを作って、今、ずっと去年の4月以降、運営しています。で、えっ、ー、と、まあ、その中でですね、こういう今回みたいにゲストスピーカーの方々を招いて、 えー、こういうちょっとオープンコンテンツという形で、えー、外に開いた、えー、会もやらせていただいています。で、今までにですと、風間八博さんですとか、中西哲夫さん、あとは日本代表の森田秀政選手ですとか、元 J リーグ理事で今またスペインに、えー、にビジャレアルに戻られた佐伯ゆり子さんですとか、まあいろいろな本当に多彩な、多種最彩な方々にレストに来ていただいて、健吾さんと対談していただくという形です。 今ここに映っているオンライン講習会、止める、蹴る、見る、立つというですね、さっき4つこういうカテゴライズした動画をそれぞれ作って、まあ、ケンさんがですね、もう現役時代からこだわっていたその技術っていうところをしっかりこう、技術論をこうした動画で、えー、語っていただいているっていう、これはコンテンツになります。はい。まあ、それと今お、あの、お話しさせていただいた、まあ、ゲストスピーカーなどもこう招いた、 えー、オンラインサロンというものを並行して運営させていただいています。ケンコさん、今日がもう11回目になるということなんですよね。たくさんやってきましたね、これまで。えー、もう11回ですかはい。いや、ありがたいですね、本当に。皆さん来ていただいた方に改めて感謝したいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はいいはい、で、今、この,あのサイトの、えー、と URL をですね。 えとチャットの方にも貼っておりますので、えー、今日あの初めて来られた方々是非ちょっと今後ともこのプロジェクトは継続していく予定ですので、えー、ご興味ある方はご関心ある方は是非このサイトに来ていただいて、えー、いろいろ、えー、見ていただければと思いますよろしくお願いいたしますお願いします、はい、ということで憲剛さん今日は早速、はい、あ今映りましたねちなみに過去にはこういう中西さん 奈良崎さんっていう方々とも我々ホワイトボードスポーツは一緒にプロジェクトやっていまして、今実は健吾さんとともに、あとは佐藤久人さんのプロジェクトも進んでおりますという、はい。そんなちょっと我々の紹介になりました。はい。ということで、早速本題の対談に今日行かせていただきます。もう一人の、はい、はい。今日の主役をお呼びいたします。元日本代表ガンバ大阪ミッドフィルダー橋本秀夫さんです。 あ、こんばんは。こんばんは。橋本さん。お願いします。お願いいたします。お願いします。お二方、お久しぶりですかどうですかえっと、あったのは昨年のオシムさんの追悼試合の時に、ふくわりで一緒にプレイして、<あ>はい、その時以来ですかね。ありましたね。11月のあの末、ワールドカップのと20日ぐらいですね、はい。そうですね、はい、まさに。はい。もう終わって、試合終わった後にサインもらおうと思ったら、 気づいていなかっ,たっすはい最初一緒に撮りたいなと思ったら <laughs> 走して帰っていってました <laughs> もうすぐ仕事があるっていうことで <laughs> そうただちょうどワールドカップの,あの開幕戦とかだったと思うんでそうですよねすぐ行かなきゃいけなくて <laughs> はいダッシュでいきました <laughs> すみません今日は、あのー本題 これ、あのー、告知もさせていただいていると、はい、ボランチ論というところで、まあ、やっぱりミッドフィルダーで活躍しされてきたお二人しかもまあすごくんですか、ね、こう頭脳的にも、ね、プレーされてきた二人ですのでやっぱりそこのボランチ論というところを少し深掘りできればなと思っています。でちょっとそこの頭出しということで今オシムさんの名前がありましたが橋本さんとんごさんの最初の出会いってどこのタイミングになるんですか、はい そうでしオシムジャパンの時の代表、代表だと思いますね、はい。もちろん対戦相手としてとは知ってましたけど。僕らは2005年に、轟競技場で優勝させていただいているので、はい、お手話になました、その説は。わざわざ掘り返さなくていいんですよ、そんなの。いや、そのときのお二方とももちろん、ピッチそうですね、はッシウィングバックかなんかだったと思いす。 もういろんなとこやってたんで、僕。ああ、あの時そうか。はい。ポジション僕ないんですよ。いやいや、でも当時そうですよね。ウィングバックもやられてましたよね、そうだそうです。はい。サイドバックもやってましたし、サイドバックもですねはい、ボランチやって、途中から上がり面もやってたんで、うん、とりあえず一通りはやってました。うん、ということで。 まずその今回の「ボランチ論」っていう話を深掘っていく前に今まさにちょっと橋本さんも話していただきましたがちょっとお互いそれぞれがお互いどう見てたかっていうところからちょっとスタートしたいです。でこれ橋本さんちょっとご存知ですね全然失礼な表現じゃなくてですね世間一般で言うとフラットでいくと中村選手中村健吾 っていうと結構イメージがつきやすいかな、司令塔タイプ、はいはい、タイプみたいな感じで表現されることって多かったと思うんですよね。はい、一方、選手、橋本英夫って、どう表現するかって、僕はね、いろいろね、いろ、あのー、んな切り口あると思うんですよは鈴木啓太 <laughs>、はい、と、あと、こんちゃん、こはい安井、はい、一応、そのライン、あと、明神さんとか。あチームメートだった、明神さん。はい 基本僕、そっち側で、パートナーが憲吾と同じ遠藤い人がいたんですよ。だから、どうしてもそれとは違う色のタイプのボランチだと思ってもらえればいいのかもしれないですね憲剛さん、ちなみに代表でチームメイト、はい、まあ対戦相手としても戦った橋本秀夫さん、はい、橋本さんのこうプレーを憲剛さん、表現するとどうですかどんなタイプでした あの、僕はあの、ハッシーって当時読んでたんで、今日ハッシーって読みますけど。ままで。ハッシーさんは、相手の時は、ほんとやだでしたね。<ー>いや、なんか、体が超強いとか、足が超速いとか、そういうわけではないんですけど、こう、常に、こう、なんていうんですかね、盤面上で戦った時に、こっちの打ちたい手とかをね、もう読んで、読んでるんですよ。うん、で、 それをやった上で自分たち、要はガンバの方にうまく持っていくっていうのを多分ずっと考えながら自分の立ち位置だったり相手の立ち位置だったりっていうのを見て、あとは戦況も含めて、相当嫌でしたね。そこまであの俯瞰で見るってサッカーする人ってあんま多くなかったんで、で当時だからそこ、そのガンバにはヤットさんいて、明神さんいて、でハッシーがいて、で二人もいたんで、まあ、 やりにくいことこ好めなかったっていうのが、まず、ありましたね。だから、やっと3抜いても、みょうさんがいて、はっしーがいてとか。あ、その厄介。あの、体も疲れるんですけど、頭が疲れましたね、当時の頑張ってやるとき。<ー>で、あの、味方、日本代表で味方でやったときに、まあ、気持ちよくやらせてくれるっていう。そのイメージがすごく強くて。だけど、ちゃんと自己主張もできるし。 なんか今、あの、橋さんは、あの、慶太とか、コンちゃんとかの話してましたけど、どっちもできるっていうのがすごくありましたね。うん、あの、得点も取れるのがすごく多分特徴的だったと思います。そういう仕事しつつも。はい。だから。でも、こんなほどではないです。コンちゃんはマジ点取るから。<laughs> ある人はセットプレイ、セットプレイしても、相当取れるし、うん。だから、そうですね、はい。 味方では頼れたし、相手はもう嫌でしたね、うんき。の極みみたいな人でした。うん、まあ今日はボランチの話に、もちろんしていきたいんですけども、はい、お二方ってで一方で、ただ中盤の中でもいろんなポジションやられてたなと。で、健吾さん、例えばトップ下も、ボランチでスタートして、トップ下も長らくやって。 でまあ、そこをもう本当にボラン時代によってボランチの時代トップ下の時代って行き来して2列目3列目ってやられてたで橋本さんもまあボランチとかってイメージはあるんですけど頑張って結構橋本さんと二川さんが2列目で遠藤さんと明神さんがボランチの時もあれば遠藤さんが2列目に行って橋本さんと明神さんがボランチの時もあったりとか、うんはい、橋本さんは橋本さんで両方やってましたよねそのりこうやってましたですよねで、はい とはいえやっぱりお二方にとってその三列目ボランチでプレーするみたいなところのこだわりですとか、やっぱりそこの意識みたいなところっていうのは強かったのかなというふうに見てて思ったんですけども、それぞれちょっといかがですかえ、俺橋さんに質問していいですか、うん、どうぞどうぞ。はい、うぞ橋さん、ボランチやるとき一番大事にしてたことって何ですか、うん、大事にしてたことは、さっきケンゴが言ってくれたら嬉しかったのは、周りの選手が 一番長所を出せる環境を作ること。だから一番周りの選手が動きやすいようにするにはどうしたらいいかなっていうことをよく考えた。うん、指示出すにしろ、まあ変な守備が得意な選手がいたら、ボールがそっちに流れるように持ってったりした。ほんなら奪ってくれるから、うん、んなら本人も気持ちよくなるし、備、うん、が苦手な人がそのサイズにいたら、<laughs> そっち側にあえて人数増やして、 じゃあ、相手が空いてる方向に勝手にボール変えてくれるから。で、変えて、だカジとか、カジアキラって言ったやん。うん。カジとかは1対1めちゃくちゃ強かったから、うん、とりあえずあいつのところで1対1に持ってったりもしてた。では、勝手に取ってくれるから。ほっといても。カバーリングしなくてよかったです、るのね。ほんな楽なんよね。っていうようなことをしてました。だから、それが大事にしたことかもしれない。 だそういう選手が相手にいるとそう思う厄介なんですよ。だから結局。うん、こっちが、その、カイさんの方から攻めたくないなってなった時にも、要は、そっちに行かせてくれない。今、橋さんが言ったみたいに。カイさんの方に持っていくように、前の守備とか、まあ、自分の守備とか、後ろの守備を構築して、あと、ハシさんね、すごい喋れるんですよ。<ー>で、しかも、そんな長く喋んないんですよ。そんなセンテンス多くなくても、こっちに伝わるんですよ。 そっち行くなとか右とかそれだけでなんか分かるタイミングがいいんですよれ、ね、多分 <laughs> 結構難しいんよ<っ>あれちゃんとね下のカテゴリーいったらね難しくなるんよああなるほどうん本当にそれはあれですねまさに橋本さんやっぱり J1 以外のところでもプレイされてたから感じる、はい、今のね、うんはい、僕追悼試合の時にこんなに気持ちいい自分がうまく なったんかって思う時間でしたからね。ああ<ー>、レースの試合楽しかったね。いや、マジでパス交換だったり、あの意図があるんよ、もらえるボールに、うん、それの喜びをなんかこう思い起こせた、すごい嬉しかった。<ー>だただパス出されるんじゃないよね、うん、何かをしてほしいパスを出してくれるっていうのがあると、すごいわかるやん。 リターンするもリターンしたんでどこに出してほしいからリターンしてるとかうん、うん、そういうのが、うん、やっぱ感じれたのはすごいよかった、うん、いやけどボランティアにとってそれってすごく大事な今橋さんが言って大事にしたことっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね、うん、もちろんあのいろんな人いるからうん。そ そこよりももっとゲームメイクとか攻撃的に。僕な,僕なんかは多分そっちの方が多分結構強い人間なので、だから橋さんと組むとそうやりやすかったし。うん、けど橋さんがすごいのは、例えば同じような形の選手、例えば啓太とかこんちゃんと組んだときには、今度は自分が前にも行けるんで。そう、でもそれはね、すごい。それはでも2006年の時にミョウさんが来たからね。ああ、ミョウさんえ。スペシャリストが来ちゃったんよ。守備のせんもう職人が。 うんまあ、にまあ西野さんちょっと恨みそうになったけどね。あ<っ>2005年優勝してやっととパートナーで優勝してあそうで俺34試合の33試合のほぼフルで出てたんよ時間も、うん、90分の、うん、もうほんまフルで出てたからそれが優勝したやったっつって来年も頑張ろう AC エリアとかっつったらミョンさん入ってくんねんで同じポジションにね。そうで日韓ワールドカップ出てて。<laughs> で、それも、レイソルで、西野さん監督やってるとき、キャプテンとしてる選手を、そうそう取ってきたんよ。ああんんで、これはれ終わりやん。っていう気持ちにちょっとなったよ。だそっから、<え>じゃあどうやって自分を、チームの中で生き残っていくかをすごい考えた。さあ、うんうん、それがすごいですよね。要は、来たからやなんだよで出てくるとかじゃないんですよ、ね、じゃない、じゃない、全然。自分がその中でポ立ち位置を変えながら、どうやって、 うん、こう価値を示していくかあ、それが多分、長くできる秘訣だと思うんですよ。まあ、ボランチ論からちょっと外れちゃいますけど、<laughs> そのプロサッカー選手が長くやっぱり価値を出し続けるために必要な、ただ、橋さんの武器自体は変わってないんですけど、うん、それ以外のところをすごい変化させることができる人だったので、うん、橋さんは。うん、本当にそこで考えたよ。だから、やっと遠藤と明神さんの間を取ろうってなった。 あだから今、健吾が言ってくれた状態にどんどんなっていった、本当に。うん、どっちで立ったら、まあ、やっとと組んだら、本当、守備の職人にならなあかんし、明桜さんとなったら、逆につなぐ方で動かなあかんし、うん、っていうのを中間やってると、上がり目をやるようになってきたよ、徐々に。うん、そうだから守備の専門家とやっとをくっつけた方がいいって西野さんが思ったときは、俺が1個前行くんよね。うん で、俺はその時は双のサポートをした。双川さんの超スルーパスを出してもらうために、<laughs> あいつが気持ちよくできるようにしとけば、もうフォワードが喜ぶから、うんすごいそれは考えてたね。そうだからね、うん、本当にだった、あの時のガンバの中盤。けど、けど、けど超楽しかったです、だから。うん。なんかあの、僕ら今回、ちょっと運営側で、えっと、 ケンゴさんと橋本さんの対談する上で、まあ、いろいろこう、テーマどうしようかみたいなこととか話している中で、今まさに橋本さんが言ってた、橋本さんの特徴って、えー、っと、守備戦の、守備専門のボランチでもなければ、はい、さっきケンゴさんが言ってるのは、そのタイプ的に、その司令塔タイプでもないと。で、でも、よくよく考えていくと、まあ、要は攻撃も守備もっていうタイプですよね、橋本さん、今の話ですと。そうですね。で、それって、やっぱり、 ここからちょっと今、やっぱり現代のちょっと話にしてもうしていきたいんですけども、今やっぱり求められているボランチ像。まあ、例えば日本代表で言うと、森田秀正選手とか、田中碧選手、健吾さんが一緒にね、やってきた。彼らなんていうのは、まあ、守備だけとか攻撃だけっていうタイプじゃなく、そこを本当になんだろう、こう、オールラウンドにやっている。まあ、なんかやっぱり今、 なんていうんですかね、ボランチ、セントラルミッドフィルダーに求められる部分って、その、こうも主もっていうところだと思うんですけど、うん、ケモンゴさん、そういう意味だと、橋本さんって、こう、ちょっと、そんな走りじゃないですけども。いや、もうまさにそうだったと思いますよ。うん、やっぱり、もう今の中盤は、何か一つが武器って、<laughs> まあもちろんそれも大事なんですけど、やっぱりより、攻守に関われる、まあビジョンだったり、技術だったり、 けど、あとその体のタフさだったりっていうところは、まあ、世界的なトレンドでもありますよね、うん。で、その中で専門性がちょっとずつ分かれていってっていうところなんで、うん、なんか昔はもう本当に、なんだろう、もうゲームメーカー,ゲー,ムメー,カー守備のする人は守備する人みたいな結構分かれてたんですけど、なんかもうそういうふうに戦いなく多様性が求められるような、うん、サッカー界でもやっぱ多様性っていうのはね、まあ、そういう時代なのかなって僕は見てては思いますけど。うん 橋本さん自身はどうですかご自身のやっぱりそういう、辿ってきたスタイルと、はい、まあ、で、一歩今言った現代サッカーで求められるボランチの、はい。能力みたいなところ、ね。走りやと思います、僕が。<laughs> <laughs> 自分で言った。<laughs> った <laughs> いやいや、そんなん全然思ってなかったんですけど、まあでも、なんていうかな、剣後とか、まあ、やっととかが、もともとそう、なんかゲームメーカーって言われるけど、 なんだろうな、今のボランチの選手って、まあ、選ばれてるタイプの選手がそうだからかもしれないですけど、ちょっと守備寄りな、どっちかやったらボール狩る方、奪う方が得意な人が、ちょっとこう攻撃できるようになったな、うん、っていうイメージの方が強いんですよね。だからまあ、柴崎選手が、うん、まあ、ケンゴとかのそのラインに乗ってると思うんですけど、だ今出てる選手は、あんまりこうスルーパスだったり、ちょっと中距離の、 パスだっったりってていいうのはほほぼほぼ出してるイメージないんですよねでもそれは前後とかやっととかは、うん、その守備もやりながらも攻撃のところでやってたんでなんか今若干僕はそこが物足りなさでも守備の部分で言うと狩る部分ですごいもしかしたら今までよりはレベルが高くなってるのかもしれないですけど、うん、でも攻撃の時のなんかこう自分らでゴールに入っていく のはすごいみんな得意なんですよ、森田選手も、田中碧選手も。うん、ゴール前に入っていく、そこでシュート打ちたいっていう気持ちはすごい分かるんですけど、ゴール前の、なんかその前のところで、展開がガラッと変わるようなパスを入れるとか、をなんか局面変わったやんみたいなのは、なんかあんまり自分が動いてとか、自分がドリブルしてとか、なんかそういうプレーにな,んかなっちゃってるんで。 その辺をなんか、ケンゴが指導して、ロールモデルコーチとして指導してほしいなと思いますけよね。いや、<laughs> ロールモデルコーチ A 代表適用されないですか <laughs> あ、そうやったか。そうですかケンゴさん、今の観点どうですかすごい面白い、あの、橋本さんのね。いや、けど、なんか、多分僕らの時代って、自分で発想っていうか、要は素材がないじゃないですか。今の子たちと違って。すぐ見れるわけでもないし。だから、 自分でいろいろ考えて、なんか想像して、うん、こうしたら面白いだろうなとか、こうしたら相手嫌だろうなとかって、ずっと考えながら実際になんか練習したり試合したりでやってきたんで、あんま教わってないっちゃ教わってない。だから自分のこう発想を大事にしてくれた指導者の方たちはすごくあの僕は継続的にあの指導されてきたので、多分そういうのが育まれてたのかな。ただ今の子たちっていうのはきっとおある種教わり慣れてるというか、 うん、なんだろう自分が考える前に先にこっち側の指導者の側にこうした方がいいんじゃないかああした方がいいんじゃないかって言われてるのかなっていうのはちょっと自分の中ではあもちろんそれが全てではないんですけどその情報量が多いからうん,、うん、なんかまた、あ、その今のサッカーのその何て言うんですかねフィジカル的なところもこう、うん、だいぶフォーカスされるようになってきてそういう。 創造性とか想像力みたいなところよりも、そっちが結構、そのメインになってきている。育成年代も含めてなってきている気はしているので、なんかそういうのが、いまいち育まれない土壌なのかなっていうのはちょっと見てては思います。うん。なんか、今の、まあ、特にやっぱり、世界トップクラスの、まあ、ボランチセントラルミッドフィルダーって、今、星本さんがさっき言ったような、どちらかというと、やっぱりその攻撃て、 攻撃力があるけども、その直線的にゴール入っていったりですとか、うん、そういう推進力だとか、うん、まあデブライネみたいな選手が多分一番もうトップトップの多分代表例ですよね。うん、とか、そういうタイプが結構こう、あの、ああいうベリンガムとかか、今若い選手と、うんね、代表例で、そうですよね。ワールドカップでも活躍しましたけども、ああいう選手たちがそのセントラルミッドフィルダーの結構トップランカーになると思うんですけども、 どうなんでしょうねその、創造性を持ちながらハードワークできるとか、創造性を持ちながら強度もあるみたいな、こういう人材ってもしかしたら世界の中、ちょっと僕が知らないんだけど、まだ出てきてないのか、逆に言ったらこっから21世紀の中盤以降になってくると、そういう、今橋本さんが言ってた、そういう存在をこう生み出していかなきゃいけないのか、日本作家も含めて。どうなんですかねいや、 僕なんかこれサイクルやと思ってるんですよ。<ー>モドリッチが結構僕イメージ今自分が喋りながら思ったんですけど一応、うん、ボランチでしかも運動量あってでまあプロアチア代表とやった時も要はピックアップも行くし前線のところでも点も取るしスルーパスも結構まあアウトサイド出したりとかちょっと中距離のグランダーのスルーパスまで出せるんですよね。でも,もう年齢36とか 7歳とかなってるんで、どちかで僕ら側の方かもしれないんですよね。うん、で、それがちょっとはけてきて、今の言ってるような、もうゴール前に入っていて、ドカーンって打つようなボランチがまた出てきて、もしかしたらもう一周また来るんちゃうかなって、なんかフォーメーションとかもそうじゃないですか、すごい、どん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 回転してるイメージがあるんですよ、また3バック戻ってきたり、また今4枚やなとか、4バックやなとか、なんかそういうのがあるんで。 また準りするんちゃうかなって思ったりはしてるんですけどね。それは僕の個人の意見ですけどね。うん、なんか僕は当時グアルディオラが選手だった時だったりとかあとラモスさんだったりとかとナ,ナミさんだったりそういうなんていうんですかねラストパスキラーパスあとかつゲームメイクをする人に惹かれてこう自分もイメージして。 やってたタイプなんで、まあ、先輩がいたというか目標というかこうまあアイドルみたいな人がいて自分はそういうのを見ながらじゃあ自分はこうしようとかってやってきたから,だからそういう今戻りとかがいなくなったらひょっとしたらもう出てこないのかなって思ってる自分もいるんですもうそういう選手って確かにねお手本がいなくなるからだけどある時を境にして今橋さんが言ったりまたま戻ってきて突然ひいて誰かがこう すげえ面白いそうなんか逆にみんなそうなるとラストパス出すやつがスター性が出てくると思、ねうんね、う。うん、で突き抜けた存在になるとあいつすごいやんってなるんちゃうかなって、うん、あこれサイクル生まれるなんか原理やなって今ちょっとああ確かにねどっちになるか,そうかどっっちになるかてスタンダードの方に流れるけど、うん、嫌がるやつまあサッカー選手変なやつ多いから。 <laughs> このラインじゃないのに、<laughs> ほ<ら>いや、うん、俺、俺やっぱそんなんじゃねえよみたいな、昔のプラティニが好きだみたいな、うんうん、いつの時代ねみたいな言ってくるようなやつが出てきて、うん、あいつおもろいやんって思う人が、またちょっとちょこちょこ出てきたら、そのラインがちょっとずつ復活してくるみたいな、うん、レア、レアキャラみたいな感じで、うん。今まだそこまで出てきてないですよね、だからね、多分。うん、そうインテンシテテシィとか、うん ね、そこが相当今フォーカスされて、僕ら、うん、特にセントラルミッドフィラダーがそこがかなり、で、その想像力とかそういうのはもう本当に前の選手とか、あと今、サイドバックの選手だったりとかっていうところにいってるので、うん、面白いですよね、役割がなんか、確かにぐるぐる回ってるなって。それでいくと、今、慶吾さんからも話があったとおり、やっぱり。 サイドバックが偽ボランチみたいな感じで中に入ってくるっていう戦術もね、今、あのちょうど森保ジャパンがこの間、あめましたけど、あれ、あれ健吾さん、どう思ったんですか、<laughs> 僕、伊藤選手のインナーラップがすごい気になったんですけど、ね、気になったっていうのは要は、三笘選手がいて、うん、彼にボール入れさせたいがためだと思うんですけど、うん、内側入って、うん なんか、要は、森田とか、誰かボランチというか、セントラルハーフ経由で、伊藤選手が三笘選手より前のポジションになって、ありましたね。サイドで1対1になったっていう。ああね、はい。でも、仕掛ける選手じゃないっていうね。まあ、確かに。薫が仕掛けた方がいい。そうですよね、<う>多分ね。でも、相手はそこをさせないためにやってきてるから、自然とそうなってしまったところもあるし、でも、狙いで、今、おっしゃっていただいたように。 したわけで、した後ってどういう世界見てたんやろうなって、どういうのをしたかったんやろうなっていうのが、ちょっと気になったんですよウルグアイのサイドバックで、ウルグアイの,その守備の対応、早かったですよね、要はもうそれを見たときに、もう薫にもう、右サイドバックの選手もう結構、あれだから、伊藤博に釣られて、薫のところが空くっていう、もっと開くっていうイメージだったじゃないですか。だから最初、前半は結構通ったじゃないですか。うん,うん けど多分途中からもう、なんだろう、伊藤博樹のところはちょっと捨てて、薫に持たせる方が厄介だっていう判断をウルグアイがしたんじゃないかなと僕は思ったので、守備の形も、形というか、その、行く高さとかもちょっと微妙に変えていったところがあったので、や,うんうん、やっぱそういうの早いなって。特にボランチのところ、まあこれ今日ボランチ論なんであれですけど、ボランチの選手、うん、ウルグアイのボランチの選手たちが秀逸だったなって僕は思って見てましたけど、対応早いすごい。 ボルグアイのボランチのあの三枚、まあバルベルで含めてですけど、結構こうなんか完全にブ何ですかね役割分担っていうよりかはスリーセンターみたいな感じで、本当に攻撃も守備も一人上がったら二人残ってとか、うん、なんか補完し合いながらやってたのはすごく面白かったんですけど、ねうん、あの辺りどう見てましたか。僕が喋った方がいいですか。ああ <laughs> どうぞ、はい、どうぞお願いします。<laughs> あんまり分かってなかったです。 今言われるまで,本当ですか <laughs> 嘘だ <laughs> いやけど多分今世界的なトレンドもそうなんじゃないですかね <laughs> そダブルバランストップしたっていうよりももう3枚が自由に出入りしてそれこそ今西川さんがおっしゃったように1人は残るけど2人は前行ってもいいよ <laughs> でトップ車が降りてきて2人が前出てもいいよ要はバランスをしっかりこう回りながら取れればそこまでなん,かなんだろう決めてない。 守備の時だけ442のツー、うん、トップの一角に誰かが収まる。まあ、基本的にそれはバルベルデでしたけど、そこだけだったかな。そこだけってい言い方あれですけど、だそこがだから自由度が高かったんで、日本のプレスがなかなかはまんなかったなっていうイメージは。はい、すごいわかる。そう、自由度が高いから結構こう、<れ>権限与えられてる感覚があったから、うんうん、さっきみたいになんか、これがこう動いてみたいなんは。 なんかシステマチックな感覚ではあんまり受け取れなかった、うん、僕個人は。だから結構、個の判断だけど、連動してるてう、うんうん、そうですね。だからイメージはすごい共有されてたなっていうふうに思いまあそうそうそう、だイメージが共有されてて、やり方が決まってるわけではない、うん、っていうのがすごい大きいですね。これ代表チームにとっては大事な感じですね、練習時間はそんなない中で、そこを、うん、そんなやり方っていうのは。うん あと、やっぱりビルドアップのところの関与の仕方って、すごくまたボランチ、この時代はどうな、ね、こうどうなっていくのかなっていうのも、昔ってなんかとにかくこう、なんかチームとしてもまずはボランチに預けて、ボランチからどうにか構築していくみたいなのが、なんかオーソドックスなサッカーの考え方だったんでしょうけど、今って例えばゴールキックのルールも変わって、まずはセンターバックが低いところから拾いに行って、うん で、さっきほど言ったね、そのサイドバックが中入ってきたりとか、ボランチが最終ラインに入ったりですとか、まあ本当にこう、そこは流動的な、柔軟にこうやっていくチームが多いですけども、なんかそこのビルドアップのところでのそのボランチの関わりみたいなところっていうのは、ケモさん、どうやっぱ現代サッカー以前と比べて、だいぶ求められるものも違うのかなと。個人的な印象っていうか、自分の感覚だとずっと大事なんですよ。うん。ボランチがやっぱり隠れたり、 顔出さなかったり、その関与しないっていう、そういう姿勢だと困るっていうのは、自分もそうだったし、それを周りにも伝えてたし、今育成年代でも、やっぱまずボランティの子たちがものすごい気になるので、いつも。そこがやっぱりしっかりとプレイをたくさんしてくれれば、チームのそのビルドアップだったり、そこから先のことだったりがすごく循環するので、 そこのこだわりは多分相当あったと思うんですね。自分が現役の時から。うん、なんか、今はディフェンスラインの選手たちも、センターバックも縦パスのくさびを入れる大事、大事さですとか、サイドバックも斜めのパスを入れる大事さみたいなこと言われるじゃないですか。でも、なんていうんですかね、そこって結局彼らのそのディフェンスの、いわゆるその攻撃関与の能力が高く求められるっていう一方で、 そこに隠れたボランチの役割ってものもちゃんとあるってことですかねボランチがしっかり顔を出して受けれますよっていう姿勢でいれば、やっぱり相手のツートップは締めなきゃいけないし、締めなければそこをセンターバックが通して、ボランチが前向いて前進すればいいし、そこを締めてくるんだったら、やっぱりまあ、ーバックのね、ツーセンターバックだったとしたら、センターバックに時間とスペース、前進するスペースができるので。 だそれで隠れられちゃうと、もう要はもうずっとロックっていうかハマっちゃう状態が続くので。だからそれボランチ一人、まあダブルボランチでも、要はとにかく、こう相手にこうぶつかられないポジション、かつ、センターバックとパス交換をリズミカルにできるようなところを常に取るようにっていうのは、はい、言ってましたし、僕もそれを心がけ。で、結局それやると、どうしても締めるじゃないですか、ツールトップが。もしくはボランチ、 相手のボランチが1人出てくる <laughs> そうすると、いろんなところが空いてくるので、そこをしっかり見て前進しようっていうのは言ってました、うん、橋本さん、結構今の話って、自分がボールに関与しないところでもこうチームをこう回す、動かすみたいなはところの結構本質的な話なのかなと思いますけや僕、同じので、言い方変えると、パスコースを作ってあげてるんですよね。顔出して1個目のパススコース 消されましたでも消すってことは違うパスコートが開くんですよ。うん、だ選択肢を増やしてあげるために今みたいに隠れるっていうのは2人、1人の人で2人消されちゃうとロックされるってさっきのもうはまっちゃう状態になってくるんですよね。でもそれをずっと顔出すってことはそれを消し続けてくれるんで、あえてそういう動きをすることで相手のフォワードだったり、相手の中盤の選手を連れていくっていうこともできるんで、そういうのは。 あのいろんな受けなくてもスペースを作る動きだったり、剣豪、うんまあ、は特にあったと思うんですけど、うん、ケンンをママツーマンつ今度はもうそこにおることをどっかに選手を持ってったら、スペースができて、使わせて、うん、そいつを壁にして自分がそのタイミングでパっと入ったら、もらえたりすするんですよねそういうのを考えれるかどうかが、ボランチが俺受けられへんからどうしたらええねんみたいなんじゃなくて、周りとの関わりの中から受ける、うん。 だったり、その持ってる選手が助かるポジションをどこかっていうのを探すっていうのは大事だと思いますけどね。だから、自分がボールを受けたいっていう姿勢があれば、ボール実際受けれなくても、相手の守備の選択肢が増えるんですよ。だから大事なのは、相手の守備の選、今あの、パスコースって橋さんおっしゃってくれたけど、攻撃側の選択肢を増やすことと、 相手守備者の守備の選択肢を増やすことができたんですよ。ボランチがそこでちゃんと隠れずにプレイすることで。迷わせるってことですね。そう,すそうです。そうです、そうです、そうです。だから結局関与しません。僕、あの、さ大丈夫ですっていうボランチもいるじゃないですか。でそういう選手が増えれば増えるほど、もう、センターバッカーもう蹴るしかなくなる。選択肢が蹴ることになってしまうから。結構そこは、だから、そういう。 こうパッて見たとにあるとそういやすごくなんかうなんこうくロうト的な見方ができる今ねお,お二人の話をインプットすればだから例えば試合見ててセンターバックがすごい綺麗な縦パス通したなとか、うん、サイドバックがいいこうくさび入れたなでもきっとその陰にはボランチが果たしている役黒子の役割があるみたいなところ。 みたいなそんなところまで見えてきたらすごくなんか面白いですこね、こうボランチを見ていく。面白い,はい、いや、面白いと思いますよ。だ結局、<も>多分それも関与しようとしてるから、相手がその選手に、はい、ボランチにつくから、今、さっき橋さーが言ったようにパスコースが一個消えるんだけど、もう一個増えるみたいな。そういうことだと思います。 結局、そのサッカーのスタイルとか時代を問わずにボランチっていうポジションでこうやっぱりその頭脳的に振る舞う上ではもう時代もそうだしサッカーのスタイルもそうだし関係なくやっぱり必須になってくる要素なのかなって今、聞いてて思ったんですけど、うん、そうですね。で、まあ、なんか最近よく言われるのはその運ぶ、だからパスだけで。 ドリブルっていう選択を消したり、うん、ドリブルだけになっちゃったりとか、うん、そういうのが多いとも言われるんでボランチだからってなんかすごいこうパスを回すす役みたたいいななイメージあったりするじゃないですか、うん、でも自分が剥がせて前向けた時にそのままパス出すんじゃなくてもしかしたら相手をもう一個引きつけるっていうのもこれから必要になってきてると思うんですよね、うん、だからインテンシティその運動量っていうところで、うん、ちょっとなんかみんながこうドリブルするようなイメージになってきたり スルーパス出すイメージが減ってきてるのは、そこでこうググっていうのをやらないといけないような、なんかこう、雰囲気になってきてるのかなって、まあ、サッカーの今の現代サッカーっていうのが、そういう感じになってきてるのかなっていうのをちょっと思うんですよね。なんか、推進力って求められてんだろうなって思いますねそう、それ,それ、すごいなんかそれを、だなんか、今までやったら、そこに他の選手はもうちょっと距離が近かったりとかして、 パス交換しながら推進力じゃない部分でボール持ってない間に走ってるとかもあったんですけどボールとともにこう走ってるっていうのはちょっと増えた感覚はあるんですよねちょっとそれはなんか感じが変わったかなっていう感じでか最近のサッカーって矢印っていう言葉よく使うと思うんですけども、はい、これ本当にこう縦にこう向いてきて イメージですよね。この直線的なサッカーがやっぱ多くなってるっていうところで言う。うん、でも多分、当時のガンバとか、フロンターレもそうですけど、人の動き、選手の動きをフザボールとか見てると、決して直線だけじゃなくて、こう、ちょっとこう、こういう、うん、カーブしたような矢印とかを、<laughs> うん、そういうのがこう、いろいろこうなんですか、入り組んだ動きの中で、こう、終盤が構成されていくみたいなことって、はい、たくさんあったと思うんですよ、ね。 そういうスタイルっていうか、そういうサッカーがまたこう出てくるかの、さっきのサイクルじゃないですか橋本さんが言って、うんね、また生まれてくるところも出てくるかもしれないっていう。そう、あと、まあちょっと逆に、堅吾にも聞きたいんだけど、あの、羽かしたパス、なんていう、3D って言ったらいいんかな、こう、<あ>特にこう、ゴール前に近づいてきたときに、なんかみんな下で通す機会とかがすごい多い 感覚があってそれはよく聞きますな,なんでなんやろうなって、で、やっぱその発想が奪われてきちゃったんかなって、うん、昔ってたまにおるやん、そういう選手、ポーンって、まあ、家永秋とかも、今でもやってると思うんや、あいつはやってますね。うん、でももうあれも36、7の、どっちらまたこっち側の人になっちゃうよね。うん、で、やっぱ代表の試合見てても、まあ、低いグランドのクロスっていうのはいいんだけど、なんかこう、 楽しめるようなものっていう、おうみたいな。そんなパス出すみたいなとかは、今はもう三笘のドリブルみたいな。うん。で、えー、伊東純也のドリブル、ガー行くみたいな、になってるなーっていうのが、なんでそうなったんやろうと思って。なんですかねなんか効率求められてるのかなって。ああ<ー>。早い、早い方がいい。えー、けど結局、浮いて3次元のやつでも、うん。そこに届けば、それが最短になるから。そうそうそう それは何ですかねいや、僕もそれすごく周りの人も言っていて。ああ、本当はい。いや、僕もそう思うところあって。うん。あ、なんか今、ポーンって、ファーンって、こう、ちょっとこう、あ、そうそうそう。ロビングみたいな感じでだ、だか出せば面白そうだなっていうところを結構下通して引っ掛けちゃったりとか。そう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 。要は、相手も高く上がって、うん、まあ、要は、剣を切ったら、ちょっと、ファーンってヘディングでクリアしても、転しかできへんやつ。うん、早かったら、バーンってこう、うん そうですね、頭すらしたりもできるけど弱すぎるからこそ跳ね返しにくい、うん、跳ね返してもちょろんってなっちゃうから拾われたらそのままいかれちゃうっていうそういうのってなんかすごい減ったなっていうなんか何な,なんですかね練習時間とか決められてるからですかね <laughs> いやわ <laughs> <や><や>かんないけど結構剣吾はそういういろんなところにね動いてやってるから なんか聞いたりか考えてんちゃうかなと思ったから出してた人間やし、はい、俺出せなかったんよで俺の周りにはやっとと蓋が出してたんよそのボールを、うん、俺 3D で浮かし出すんが下手やなって思ってたからどうやったらその発想なれんやろうってずっと考えてたところもあったから出せるやつはもうそこでパッてこうディエンダーが目の前にいてもここに出せるんよねこ,のこれがあるっていうのを理解してるから、はい、俺らはこの横を通そうとしちゃうよね ずらして横をそうとするんだよね分、うん、かってる人はもうここでポンって持ったらケンゴは多分止めてポーンって浮かして出すんよ。はい、で俺らの場合は1個横にずらして出そうとしたよね。でも今ってそっちになってる気がする。そう俺は思います。だ<う>要は足元でなんか止めたらそれでも出せないからあえてちょっと止めるもずらすみたいな。うん、なんかそういうのはすごい感じるなと思ってて。 昔のあの、展開力のあるボランチとかっていう、まあさっきペップ・グアルディエラの名前で言うことがたんですけど、はい、やっぱり展開力のあるボランチイコール、今橋本さんが言ったような、そういうキックをこう、駆使してましたよね。浮かしてこう。うん。あ,のだからああいうピルロとかもそうかもしれない。ああ、そうですね。ですよね。うん、まあトップした後、ルイ・コスタなんて多分そんなプレーめちゃくちゃうまい体勢だったと思うんですけど、はい、ちょっと雑魚、ね、そこら辺の選手たちの映像、ビデオとかでめっちゃ見てましたもん。 わ、はあ、かるわかる。だからやっぱそれか。その意見。すり込み、すり込みはかなりあると思いますよ。あ、こういう手段があるのねって。え、今のウィーキングイレーブンで出されへんのそういうパスって。うん、<laughs> なんで急に、<laughs> なんで,なんで急にウィーレイの話でロビングパスって確かにあるんじゃないですか、ね、ゲ,ーゲ,ーでゲームで出せたら。いや、俺フ,ルフライスルーパスはよくやってましたけど。やろやったや。と、はい、なんか押して。はい、<laughs> いや、だって浮いてる、てるて浮,浮いてる時間に、 前の選手たちが走れる時間があるんですよ。そう。そうよ、ね、だけど、足元だともう、ドンピシャじゃないと通らないから。はい、最近、メッシが、エンパベに出しててあ<う>浮かして。で、最後、左足で決めたんやけど、ね、あれ 2>, 2週間か3週間前ぐらいちゃうから、うん、それが、めっちゃ上に上げてんねん。うん。で、どうやって蹴ってんのかなみたいな、なんかそういうので、ちょっと上がってたの見たから、<う>皆さん、もし興味あったら、ちょっと、やっぱメッシはやるんよ、それ。 上があるって選択肢にあるんですよね、多分う。いや、すごい、すごい高さで上げてたから、えー、みたいな感じでみんななった。な <laughs>、その間に早いからいピ。ピューっていけるからね。そう、ピューっていくから。で、それをバーンって入るっていう。いや、それももう本当にテクニックじゃないですか、えー。そう。あ、やっぱなんか遊び心の時間が与えられてないんかな。育成年代で。 かもしれないですねそのメ、はい、<の>リットが多分みんな知分,か分かってないというか分かんないのかもしれないですね。これでも今日ご覧になってて、まあ、選手プレーしてる方々もいるかもしれないですけど、でボランチとか実際に、ね、目指してたりやろうとしてる人は、今の時代でちょっとそういうロビングパス出せるようになったら、結構これ武器にな,り、うん、なるってことですよね。まあそういうことになりますよね。そういうい、うん 目を持って技術もあるゲームメーカーみたいな言い方をしてもらえるかもしれない、ね、うんだ。だって上、上空いてるじゃんっていつも思ってやってたんですよ、僕。ああ、すごい。で、誰も届かないじゃないですか、上は。そう。うだからそこを自分が操れるようになったらすげえ楽しいだろうなってあの、中学生とか高校生よりちっちゃい自分は思ったんですよ。すごい。で、それができると相手がこう入ってこれないんですよ、懐に。で 来たらパン,パーンとかででワンツーとかで抜けばいいやっら蹴れる蹴ることができることが多分すごい武器だったんで自分の中ではすごいそれはすごい二側もでもユースでユースからしちゃやねんけど、うん、もうそれが蹴れててもう入ってきた時からそうっすねそうっすねあいつのサイドからえぐってふわーんってファーサイドで大黒がゴール反対のポストのところでヘディングでチョンって打つっていう。 もう待ってたらいいよ。みんなの頭越えて、くるボールが。うん、あだその、今の、たぶん、各、そのところから言うあの僕、チェルシーとやったときに、ウ、うん、ロンターレでワールドチャレンジやったときに、うん、ダミアンにアシストしたのが、たぶんそんなボールだったんですよ。うん、フォアショートコーナーかなんかが引っかかってきて、僕のペナンの角ぐらいで自分のところに来たんですよ、クリアが。うんうん、で、もう、パって見たときに、もう、大男ですよ。もう、チェルシー、みんなでかかったんで。 あっこれ下通しても無理だなって。じゃあ一番奥になんかこう手を挙げてる大きい人見えたからそこに向かってファーンって出しちゃえって思ったら、まあ、ダミアンケンディングで決めてくれたんですけどお<ー>多分それもだから空があるっていう上があるっていう発想があるから多分だから,だから今はスのーの話も多分一緒だと思う。うん、誰も届かないところにあげちゃえって。うん そういう選手が確か本当もっと増えたら面白そうだな。なんかこう、立体的に試合がなるから面白いですよね。多分これ、あれですね、西川さん。今言った映像は、この後の第2部で。すごい、接続 <laughs> い実は皆さんね。<laughs> あの これ今第一部、あの、オープンのコンテンツとしてやらせていただきます。<laughs> 第二部、ちょっとあの、健吾、ね、さん、橋本さん、それぞれ今ね、<laughs> サロンね、運営して、そこのサロンメンバーでのちょっと、あの、話になりますので、ちょっとこういうようなね、あの、対談とかが、クローズの場でも毎月行われているので、ぜひ、あの、興味、<laughs> ご興味ある方は、あの、チャット欄にあります、先ほどの、あの、ページから、ちょっと、あの、すごい流しょうういただければと思います。さすがやな。 はい、いいふりやった、今。ありがとうございます。時間ちょっと見ながら言って,て。ですね。ラスト10分ぐらいだだらもう。だから、こういうところですよ。ボランチに必要なので、こういうのが大事。<laughs> 要は。自分のことだけじゃダメなんですよ。全体を見て、だから MC とか絶対できるタイプです、ね。いや俺、あかんね。この前やってんけど、全然、五郎丸さんとやったんよ、ラグビーの。おお<う>。五郎丸さんうまかった。いや、ダメじゃねえか。 <laughs> でも、あかんかった。もう、横途中、火事とかに渡したりとか、他の選手に喋らした、たまに喋らしたりとか。自分が全然うまくできんから。だから、周りは使ったよ。いや、それですよ、ボランチは。それそれじゃないですか。<laughs> いいんですよ。自分でも、自分は成長せなあかんなって、やっぱり思う。自分でもやっぱ戦えなあかんって。剣語はもう戦えるからさ、やっぱり。戦います。結構、頑張ります。<laughs> はい。お時間ももう。 ちょっと間もなくなんですが、もう、あの、一<う>個だけ、一個だけ、ちょっとごめんなさい、はい、あの、チャットにご質問いただいてる方がいて、はい。ちょっと、まあ、健吾さんになんですけれども、橋本さんにもちょっとぜひ答えていただき、これを答えていただいて、ちょっと、あのー、 終わりりにしたいとと思っております健吾、えー、さん、育成年代見ててもボランチのポジションが一番気になるって、さっきね、途中でお話しされてましたね。ねというのは、うん、いいポジショニングができる育成年代の選手が少ないということなのでしょうかと、あのー。これはロールモデルでアンダーカテゴリー、要はみんな別々の背景のバックグラウンド持った子たちが集まると、よくそれぞれのチームでは多分こうやってるんだろうなっていうのはすごく見えるんですけど。 じゃあ、その単体で日本代表に来て、そこでこう、じゃあ、どういうポジション取ればいいかっていうところになると、やっぱり、要は、なんだろう、自チームだったら自分がもうオートマチックにこう立てばいいんだけど、それはもう悪いことじゃないし、けど代表に来たらやっぱりお互い横の人とか分からないわけじゃないですか。初めましてね、もちろん、はじめましてじゃない選手もいるんだけど、いるときに、じゃあ、その選手を見て、じゃあ、ここに立とうとか、こう立った方がいいんじゃないかっていうところまでは、やっぱなかなかいかないなって。 高校1年生とか、中高3年生とか、まあ、そこら辺なんで、まあ、そこをに求めていいものかっていうのは、いつも僕は、あの、こう、ぐるぐるぐる悩むんですけど。けど僕は、あの、前を向いてプレイしてほしいんですよ、ボランチの選手には。それが一番人にとって嫌だから。それが根っこにあるので、どうしても気になってしまう。あので、その、いいポジショニング取れてないわけじゃないんですけど、その下の質問、 その受けようとするだけで相手の考える邪魔な時間を作れて味方が酔まったりするのはあまり行われてないでしょうかっていう質問いただいてるんですけどそっちにもつながると思っていて要は受けようとするだけっていうことは結局前を向こうとしてないんでだから前を向こうとするボランチが一番怖いって僕は思ってるから,から受けようとするだけだったら別にディフェンスはあのそこまで神経使わないので だそこまで僕は求めてるから物足りなさを感じるっていうのは言ってる。要は気になるっていうのはそういうこと。うんいかがですか、木下さん。今のその憲、はい、さんの状況を聞いて。いや勉強になりました。木下 <laughs> <laughs> さんもでも今ね、ちょっとあの、指導の場に立つこともね、あるかと思うんですけども。いやー、僕そんな、今みたいに集まってっていうのを聞いて、あの、 森山さんでしたっけ、あのアンダーの。と、はい、あのー、去年、A 級ライセンスの時に講習もあって、やっぱみんな、今言ったポジショナルプレーみたいな、戦術論で入ってて、うん、要はサッカーの本質から離れたことをやって、代表に集まってくる子が多いっていうのは言ってたんで、今のまた、あ、やっぱそうなんやなって、拳語から見てもやっぱそうやったんやな要は 周りとの関係性とかじゃなく、システマチックなことを教わってるんですよね。だからポジショニングはいいように見えるけど、システマチックに約束ごとの中で動いてるだけだから、うん、そこにすごい考えてるっていう要素はないんですよね。だ外れたら違和感は感じると思うんですけど、そこからポジションがずれたら。でも、システムでやってるから、知らん人らで集まったらぐちゃぐちゃになるじゃないですか。そこがもう全くなくなった環境になった時に、 ボロが出るっていうのが今ケンゴが言ったところの能力値は高いけど要はそ,れそういう練習しかし,してきてないからよくわからないみたいな。でそれの感性も養われてないからじゃあどうしようっていう話になるっていうのは野生的なやつは出てきない来ないですよね。って思いました。あとはさっっきのやっぱり ボランチは選択肢を増やしてあげるっていう見方と適応も迷わせながらってそこがやっぱりそういうそれって結局どういうシステムとかポジショナルプレイヤーの型ではなくして、まあ、どんなところどんなチームどんな場所に入ってもそれができるかできないかで多分ボランチが優れてるか優れてないかってもの差しになるっていう話だったと思うんですけどケンゴンさそう,そういったところですよね常にその選択肢を増やしてやる 上げられるののが、まあね、ボランチの本質というか、うん、でそのために必要なのが相手をしっかり見,見ながら立ち位置決めたりとかプレーをすることなんですよ。だ結局、けどそれ、日本語って難しいから、相手見るっていうと、相手だけ見る、そう相手のことだけを見てしまうから、要は、その中の自分たちの状況まで見るのを含めて、相手を見てプレーしなさいってことだから、相手だけを見ちゃだめなんですよ。 これ難しいんです、日本は、これ、ちょっと。ここはまだ、ね、深掘りできるな、これ。俺、<laughs> 俺、それは話できるわ、めっちゃ。うん。じゃあ、2部で。橋本さん、はい、まあ、2部もですけど、ちょっと、<laughs> <れは S 2> あの、<laughs> 今後、もしかしたら、このお二人の、ちょっと今日、すごく楽しかったんで、対談セッションは、ちょっとこう、もし、定期的にやれたら、面白いかもしれないなと。 はい。中村さんが気に入ってもらえれば。<laughs> や,やめてよ。やめてよ。もう勝手にちょっと僕もお二方お忙しい中ですが、こんなちょっとあの、言ったもん勝ちかなと思って、ぜひまたちょっと2回目もやりたいなっていうところで。<の>いやいやいや、はい、僕は本当に勉強なる。橋さんの発想って、やっぱ代表の時も話してて、違うところからものを見る人だから、いつも新鮮なんですよ。これね、僕違うとこから見てるつもりないんですよ。えー。 だから難しいす、ね。それ失礼しました。それ失礼しました。いや、違う<応>違う。いや、もうだって、キューバーの対談の中でも、要は、自分の、同じ多分ものを見てるんですけど、俺はこういうふうに見てて、橋はこっちから見てるから。そういう、そういう意味です。ああ、でも、いや、ケンゴのはすごい分かるよ、俺。言ってもらうのが。うん。だから、すごい感じれるところがあるから、楽しい、やっぱり。そういう意味で。いやいや、僕はもう。 楽しいです橋さんとはいつも。であと堅固が見えてない世界を今のところの,あの見るっていうことに関して説明できるものが俺はあったからいやーそれが言いたいけど時間ですね。うまいうまいっていうからのはい。ということであの皆さんあのまたぜひですねちょっとこの。 お二方の企画第二弾も本当にやらせていただければ、まあ、このボランチ論だけでも第二弾もいけると思いますし、その他のテーマもですね、きっと楽しいお話になるかなと思いますので、はい、ひとまず今日の第一部ということで、こちらは、えー、お時間となりましたので、お二方ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。はいでえーっと